あんなでかい魔物、すぐには現れない。こういう側面、こういう側面を維持できれば、彼はとてもイケメンだと思う。この子たち、視界が塞がってた分、聴覚が敏感で、大きな音を聞くとパニックに。以後、気圧出ます。少々対抗意識が芽生えますね。じゃーん、私も爆乳女子になってみました。瞬時に落ち着きを取り戻された。お昼休みだから遊びに来ちゃった。ママたちどこだろう。あ、あそこかな。巣が破けただけで私は平気。俺の服かすんで着てください。みんなで食べ。